さあ今日もね頑張ってやっていきたいと思います。今ねちょうど1時です。午前中ね若干雨が降っててね、ちょっとプレハブの方でね案件の撮影があったもので、昼休み終わって、午後からねようやく雨が晴れましたんで、天気もね回復しました。ちょっとねユンボの方使ってやっていきたいと思います。で前回動画にはしなかったんですが、ちょっと霧雨が降っててね、ここら辺開拓しました。ゴミの山ね、でまたね一段とゴミの山が増えましたということで、今日はねこの隣、いやーこれね結構な壁になってますね。わかりますかね、高さ2メーター以上はね余裕であります。でここをねキウイが生えてる、前回ね剪定したやつね、キウイがね生えてるところなんですね。こういった木とかね、あとそっちもね全部またね拝ってきましたけども、全部キウイです。はい、まあこのキウイはねちょっと後々移植も考えているので、ここはねちょっと残しておきたいと思います。でまあここら辺ぐらいまでかな、やって、あそこのでっかい木もありますんでね、その周りもちょっと綺麗にしていけたらいいかなと思います。ほんとねもうこれ見る限り全部ねゴミの山ですよ。いやー参っちゃう。でこの木もね、まあできればこれはもうダメかな。こっちはねまあできればまあ移植してもいいかなとは思いますけども、ちょっと作業しながら考えます。もうちょっとつるに巻かれてね弱ってきてるんで、でこれもねまあ立派な一本できてるんですがね、細いですねやっぱりね。これは多分ね抜くと思います。はい、で奥の方もねもうちょっとこちゃこちゃ生えてますけどもね、抜けるものあと移植するものはね、分けてねやっていきたいと思います。今日はね、この大きなねまあシンボルツリーってわけじゃないですけども、まあ上の方はねキウイのツルがねもうバッチリ絡まってますけども、この木はね残したいと思います。もちろんなので、この周りを掘削しながらね、ちょっとここはね若干山になりますけども、周りのゴミをねきれいに取り除きながら開拓の方していきたいと思います。はい、で問題はねこのゴミの山ですよ。やるたびに増えてきます。ユンボのね、動く範囲が限られてきてしまうんですよね。これね私のやり方が悪いんですかね、まあこういう風になっちゃうんですよね。必然的にゴミを掘り起こしてはまあこっちの方に移動して、今こっちの方をね広げようと頑張ってるんですが、ゴミをね掘り終わったところの上にゴミを重ねてるんですが、いやー本当にねひどい。どうしよっかな。まあ一回ね取りに来てもらう前にまずねちょっと市の方の結果がまだ出てないんですよ。産廃にしていいのか、一般廃棄物として処分しなければいけないのか、そこのね、まだ結果が来ておりません。産廃で良ければ、ちょっと民間のね、処分場の方に一回お願いしてね、まあどれぐらいかかるか見積もりというかね、ちょっと取ってもらおうかなとは思ってます。瓦礫とね全部根菜となっておりますんで、まあ電話で聞いた時はね最終処分場の埋め立て地なので、まあ根菜でも OK ということなので、でお金ばっかりねかかっててもしょうがないので、まあちょっと時間ある時にねこういったアルミとかね、まあこういった銅線とかねありますんで、そういったものをね地道に拾ってまあちょっと小遣い稼ぎをねしておかないとね、やっぱ何千何万ってなりますんでね、多少でもやっぱりこの処分量の足しになればと思うんですが、やる気が出ないです。はいはい、じゃあ今日はねここの、木ね伐採した木の置き場がありますんで、この手前ぐらいまでねちょっと頑張って半日かけてねやっていけば結構すっきりするんじゃないかと思いますんで、ちょっとユンボを使ってねやっていきたいと思います。はい、じゃあね天気が良くなってきましたね。じゃあ夕方までね張り切ってやっていきたいと思います。
はい、じゃあちょっとね、一旦休憩に入りたいと思います。いやー、それにしてもね、ものすごいですね。もう壁ですよ、ここ。これ私の身長よりもはるかに高い2メーター以上はありますね。こっからね、もうね、覗く限りね、全部瓦礫とね、ゴミだらけです。よくこんなに埋めたなって感じですね。はい、じゃあ休憩してね、またちょっと続きの方ね、横の方に、広げていきたいと思います。
はい、じゃあ今ね、1本移植しました。ここにね、抜いたやつね、移植してますんで、このピンクテープ巻いてるやつとかね、前回移植したやつです。で、今ね、伐採っていうかね、今掘り起こしたのは多分楓の木だと思うんですが、これね、まあこれもまだ立派なので、ちょっとここに置いて、後でね、開拓が終わり次第順々に、前の方とかにね、また移設すると思いますんで、ここら辺がね、いい土なんですよ。これが多分ね、いい土って言われる黒土だと思います、おそらく。もう見たからにね、もうなんかいい土です。なのでね、ここに全部植えてますんで、まあ徐々にね、こういう風に開拓が進んでくるんですけども、そしたら今度前の方にね、駐車場側に緑地帯をね、設けまして、そこの方にね、ちょっと移植の方していきたいと思います。去年移植したやつもね、もう元気に育ってます。こんな感じね。ちゃんとね、秋は紅葉して枯れて、これもちっちゃいね、やつですね。これはなんだかな。あとこれももみじの木だったかな。なのでね、綺麗にね、ちゃんと育ちます。栄養がいいんでしょうかね。あと雨とか降ってね、こう固まってくるといい感じになります。これもね、タラの芽なんですけれども、今年は収穫したんだっけかな。で、まだね、新しい芽がこういう風に、出てきてますんで、まあ多分育ってる証拠だと思います。はい、じゃあね、あともう一本かな。ありますんで、ちょっと小さな木ね、あれ。ちょっと邪魔なのでね、あれも、ちょっと移設しようかなと思います。はい、
はい、今ね、木をねユンボで、伐採しました。いや結構なツルでしたね。向こうからねかなりの力で引っ張ってましたけどね、もうブチッといきましたね、ブチッと。ここがねちょうど境界なんですが、おそらくねこのピンクテープがついてるこの木、この木はね私の土地ですね、完璧に。で見るとね多分このラインなのでここら辺ですね、こう言ってますんで、ここのねゴミの山の途中なんですよね。なので、まあねそっちの方も後々、隣の人のねそっちなんですけども、ちょっと相談してね、自分のところの開拓がね終わった後にでもねまあやってもいいかなっていう感じです。はい、でひとまずねちょっと今ね5時過ぎたんですが、まだちょっと明るくてね調子が出てきたので、ここだけね、ちょっと綺麗にして、この2木だけをね残すような感じで、ちょっとね根っこがね結構伸びてきてるんですけどね、この根っこって切っちゃっていいのかな、切ったら死ぬのかな、できればちょっと切りたいんですけども、レベルがねここだけグッと上がってしまうので、この根っこをねバツッと切っていいんであれば切っちゃうんですが、どうなのかな、まあ、ちょっとね詳しい方いたら教えてください。できれば切りたいです。ひとまずはねちょっと切らないでおきますけども、ちょっとねここだけ綺麗にして、あとね簡単に整地して今日は終わりにしたいと思います。はい、じゃあ今日はね、ここら辺までにしたいと思います。ここにね積み重ねた残土は、まあ結構綺麗な土になりますんで、最後の埋め戻しの際にね使おうと思います。でここのね崖になってる部分は全部ゴミです。でここはねちょっとあと考えたいと思います。ちょっとキウイのつるとかありますんで、ここをやっちゃうとねもうなんか手がつけれなそうになるので、これわかりますかね、はい、瓦礫のマンションですね。これは蛇が出てきそう。ね、この山はね、ちょっとそっちの方までね続いてますんで、あんまりね奥まで手つけちゃうと取り返しのつかないことになりそうなので、ひとまずねここぐらいまでにしときます。はい。で、あと木の横もね、だんだんともうちょっと奥の方までね、次回進めていきたいと思います。で、まあ結構ねでも開けたんじゃないかと思います。隣の土地がね、見えてきました。やっぱねちょっとジャングルになってくるとねもう分かんなくなってくるんですが、まあでも掘り起こすとね、土になりますんで、まあそれでねちょっとずつ綺麗にしていければいいかなと思います。あと今日はね取り出したゴミ、まあこの山なんですけども、あの駐車場側にもありますけどね、見ての通りねほら分かりますか、このシルバーのこれね全部アルミです。今日はね、はい、そこにもねあの大きいやつねありますね、たくさん。今日はねアルミが多いです。これね今表面に見えてるだけでもね全部集めるとねもう何千円っていきますんで、まあこれはねちょっと時間ある時に、集めようと思います。あと銅線とかね結構ありますんで、お金になりそうなやつはね表面のやつだけ、取ってね、あと貯めといて、時間がある時にね売りに行って、ちょっとね貯金をしとかないと、この参拝を捨てるのにね結構お金がかかる予定ですんで、今のうちにねいろいろ集めて貯金しておこうと思います。あと木の方はね、今日結局ね3つ移植しました。ここにあるやつね、これ1個ですね、これと、これ細いやつ、あとこのねちょっとね背が高いやつね、これ、これもね移植しました。ちょっとね高くてね若干曲がってるんでね、ちょっと支えの木を入れてね押さえてますけど、もしかしたらねちょっと倒れる可能性ありますね。まあ倒れたら倒れたでね、もうちょっと弱ってきてますんで、まあしょうがないかなと思います。はい、じゃあ今日はね
ひとまず、木の移植とね、あとゴミの開拓ということで結構ね進んだんじゃないかと思います。今後半日だけでね、意外とねやりがいのある作業でした。まあ見てる方はね、ちょっと長々とした動画で申し訳なかったんですが、まあねそこそこ見応えがあったんじゃないかと思います。また次回もね、ここからちょっと奥の方にかけてね、進んで綺麗にしながら、横の方にね、順々と、進めていきたいと思いますので、まあ引き続き、ご視聴いただければと思います。はい、じゃあ今日はねここら辺までにしたいと思います。ありがとうございました。はい、今ねちょっと片付けながらね、さっき言った目に見えるねアルミとかね銅線だけ集めてみました。この一輪車いっぱいなのはねこれアルミですね、アルミサッシの部品、こんなにてんこ盛りです。あと下にあるのはねこれ銅とか真鍮ですね。これはね単価が高いんですよ。なのでねこれだけでもねもう何百円いきます。何百円かな、うん。あとペール缶いっぱいのねこの銅線、F ケーブルね、あこれこれはドームパイプだな。まあちょっとね、次回、来る前にね、ちょっと売りに行って、どれぐらいになったかね、ちょっと見てみたいと思います。はい、この量です。